目黒区の自律神経救世主久松です。今回はストレスに対する心構えということでお話ししていきます。現在はストレス社会と言われて、あなたの周りもいろいろなストレスがあると思います。そのストレスどのように向き合っていくか、それに関する考え方を変えることだけでもかなりストレスの受け取り方が変わってきます。で、ストレスに対しによるその体への不調というのも減ってきます。どのようにしていくかご紹介しますね。現在ストレス社会、ストレスはなかなか遮断するのは難しいです。ですからどのようにするか、心構えの前に一つ方法としては、まず体を変えていくこと。体を変えるどういうところをするか、整体をしたり、あとセルフケアをしたりして、ご自分の体自体を変えていくこと。そしてもう一つ、これは今日お話ししたかったことなんですけど、考え方を変えましょう。どうするか。ストレスはね、遮断できない部分が大きいです。ですから、ご自分にかかったストレスを無理に排除しようとしないでいいです。もうストレスが来たら、その無理に押しのけようとしても、結局ストレスでバンバン入ってきますから、もうそれ無理に排除しない。そして、ストレス気にしすぎないようにしてください。ストレス気にしすぎると余計にそれがあなたにとってストレスを生みます。ですからもう入ってくるストレス、無理に排除しようとせずもそれを気にしないで流せるようにしましょう。そうしていくためにどうするか、どのように心構えしていくかというと、ご自分を緩やかにリラックスした状態を入れるようにするということが大事になってきます。で、緩やかにリラックスするには、ご自分でなりのストレス、ね、解消法をする、をやっていただくっていうのも大事になります。とにかくストレスが入ってきた時にね、無理に排除しない。そしてそれを気にしすぎない。っていうようなことを心がけていただいて、ご自分を緩やかにリラックスしていく方法、気分転換をするっていう方法をそれぞれあると思いますから、そういう方法を、ご自分でやるようにしてみるといいです。それにより、あなたに対するストレス、軽減して、ストレスによる自律神経の乱れ、体の不調というのは減ってきます。早速、今日から心掛けてやってみるようにしてみてください。また、これをご覧のあなたが、もし、このストレスによるものだけではなく、もうすでに自律神経に不調が出てきてしまっている、体調不良だということでしたら、私があなたのお役に立ちます。興味がある方、真剣な方は、電話でもメールでも、LINE でもご連絡ください。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。